今日は庭にいます。映画監督の川瀬直美です。家で自分のお庭ですけれども、冬のお花を切り戻してこんな風にお家でお部屋の中で、ちょっとめでたいなと思っています。これが夏のお花、こっちにもあります。これを切り戻すとまたどんどんと株がこうなんていうのかな、花が増えていくっていう感じですね。こんな感じ。お野菜も植えております。お野菜、これはトマトね。トマト、そしてきゅうり、きゅうりです。タンポポうちの庭はちょっと今聞こえてると思うんですけど、川が流れています。でこの川は、万葉集にも読まれた佐保川っていう川で、ずっとこの川の音がしています。千年も前から。でこの川の音を聞きながら、いろんな人たちがここで生きて、そして命をつないでいったんだなっていうふうに思っています。お庭での作業が終わって部屋に戻ってきました。今読んでるのはこれです。サピエンス全史。息子の学校の課題で、読むように言われたみたいなんですけど、息子がすごいこうハマって、それでなんかこう人類って一体どこから来て、で今の暮らしになったのかっていうようなことが、結構何万年前っていうところからずっと書かれていて、でそれを一生懸命話してくれるので、なんかすごい面白そうだなと思って読み始めました。今はですね、これしおりは鬼滅の刃なんですけど、いろんな変遷をたどって私たちはこの地球上に生まれて、そしてこう今を生きてるんだけれども、本当に小さなウイルスがこう人間の生活、まあ、本当に文明そのものもこう脅かしていくんだなっていうことを、すごいこう自分のリアルとして実感してここにいるわけなんですけど、今ちょっとこう聞こえますか、カチッ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 ってね。自分の家にはおじいちゃんがずっと置いてくれてたボンボン時計があるんです。でここは、おばあちゃんと最後に暮らした場所なんだけれども、私はおじいちゃんとおばあちゃんに育てられて、それで、まあ、戦争を知ってる世代の人たちに育てられて、でなんかこう毎日朝日が昇って、そして夕日が沈んでいくっていう、そういう当たり前のことを、まあ、彼らの世代っていうのは当たり前っていうふうに思えなかった時代を生きてきてるんですよね。でもなんか私は高度経済成長の頃に生まれて、そしてそのある意味こうご飯が食べられないとか、その外で生活しなきゃいけないとか、その川べりで寝て蛇を取って食べたとかっていう、そういうおじいちゃんの話とかも全然こうリアリティがなくって育ってきたんだけれども、でも実際そういう時代を知ってる人たちから、こう人間にとって大事なものって何なんだろうっていうことを、生きているこう日常の中からこう学んできたんじゃないかなっていうふうに思うんですね。そして自分がこう表現をするようになって、当たり前であることが当たり前じゃないとか、
で目に見えないものもちゃんとそこに存在してるんだとか、なんかそういうふうなことを映画で表現してきました。だから今こうやってこうお家で過ごさなきゃいけないっていうような状況になったとしても、私は実はその心の中っていうのはちょっとこう静かなんですね。なんかあんまり焦りがなかったり、もしかしたら元に戻る、もしくはもっといい方向に行くんじゃないかっていうような、なんかそういうすごく楽観的な、感覚の中にいます。元にはきっと私たちの生活は戻らない、もしくは戻るのにものすごい時間がかかる。でも戻っていいことと戻らなくていいことっていうものがあるんじゃないかなと思って、で今はこれを読んでいます。先人が残してくれた知恵っていうものが私たち人類にはあるんじゃないかっていうことも思っていて、漠然となんだけれども思っていて、なので、この本当に数週間とか数ヶ月っていうものが耐えなければいけない時代だったとしても、その一歩次第で、私たちの一歩次第できっと未来は明るい方向に行くというふうに、人を信じ、自分を信じ、前向きに今を過ごしたいなっていうふうに思っています。皆さんも自分自身の真実を見つける時間を大切にしてください。